このコーナーは、お笑い芸人のチェスト越前 AP が、秋田市中心市街地を盛り上げるため、街で頑張る様々な人に出会う、街ブラバラエティ。今回は、秋田オーパ地下1階、大人気のゲームセンター、バンダイナムコアミューズパークからお届けします。よし、ということで。やった。さあ、来ました。来ましたね。オーパラダイス来ましたよ。来ました。オーパラダイスじゃないんですけどもね。はい、秋田オーパー地下1階ですよ。はい、来ました。ここにはね、うん、まあ、いわゆるね、クレーンゲームがあったりする、うん、非常にこう楽しいお店。はいはいはい。はい、アミューズパークに来ております。うん、やった。アミューズパークは。もう本当に大好きで、はい、こういうゲームセンター的なね、お店と大好きなんですけど、うん、テンションがめちゃくちゃ上がってるんですよ。よし、そうには見えないけどね。いや、ものすごい上がってますよ。なぜなら今日僕自分の財布まで持ってきましたよ。ガチ財布じゃん。はい。財布まで持ってきます。しかも財布もちょっと新しくなってない？え、最近買い替えまして。買い替えた。はい。そうなんですよ。やる気だな。使い切る気だな。1万4000円入ってます。あ、じゃあ全部使おう。全財産でございます。全部行こう。全財産なの？はい。1万4000円。オッケー。全財産でございます。それだから増えるかもしれないね。増えることはないです。あ、増えるとかいうゲームはないか。そういったお店ではない。なるほど。ただね、ちょっといろいろお店についてもね、お伺いしたいので、行きましょう。ぜひ、あの、店長さんっていらっしゃるんですか？店長さんね、あ、そこにもいらっしゃるんですか？店長さん。店長さん。すいません。店長さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、と思って、今回の店長の西方さんにね、西方さん。お伺いしていきましょう。クレーンゲームやっぱり人気ありますよね、はい、そうですね、やっぱり駅前近いので、うん、学生のお客様とかがすごい多く遊びに来ていらっしゃってて、うん、はい、皆さんいろいろチャレンジされてるので、ぜひ今日は一杯取って帰ってください。よっしゃー、取るなー、じゃあ取りましょう、これ、はい、じゃあ主に西の方向に、西の方向にいいものがあるんですね。ね、西方さんですから。いやいや、西方さんだから、西の方向にそうそうそういるっていう、うん、ボケそういうボケをしました。説明させないで、すみません、本当に。行きましょう、行きましょう。早速ですけど、ですね、まずこれ、うん、あの何から行くんですか？はい、MP もずんずん進んでってるけど、なんか目もし、なんか目もついてるの？何？ものすごくこれに惹かれますね。何、もう決まってんの？肉？肉？肉はあんの、ここに。肉っすよ、肉。UFO ケットか。でもこんな初めて見たわ。すごくないですか？このゲームで端子を絡みて、すごくないですか？これね、美味しそう。箱でけー。ただめちゃくちゃ大きいので、これどうやって取るのかな。ですよね、これこれ何、どういう状態、これどうやって取るのか。この手前にピンク色のチューブがあるじゃないですか、うん、そこに角が引っかかってるので、うん、そこにうまくアーム、腕の部分入れてもらって持ち上げるようにやるとビヨーンって。あ、なるほど、チューブ狙いなんですね。揺れでどんどんずれて、揺らすんだ、揺らす感じです。ちょっとじゃあこれ、じゃあ一番欲しそうな AP からいきます。この辺に腕が入るように狙ってもらって、引っ掛けるとこグーッと持ち上がってピンポンって動くようになってる。だってそれでも落ちないってことはめちゃめちゃ簡単に取れないけど、ちょっと揺れで引っ掛かってずれてくる。落ちるの？これ多分支えてるのこことここだけなので、1回だけではもしかしたら何回か引っ掛かると一気にするって、ずれてる。タイミングとかもね、あるかもしれないですね。これすごいな、これちょっと見たいわ。エピやりますか？そしたら、あ、これお金だ。お金ないといけない。お金ないといけない。お金っていうものある？お金ね、あ、ちょっと待ってくださいね。さあ、金が、金、あ、金、金、金、人類発明したね、お金って、わー、お金だ。立派な財布だな。みんな財布自販自賛なんですね。生々しいな。そしたら、両替はどっちらに？両替は、こちらに両替機がございます。両替機、両替機見ました。両替機ってね、分かりやすい。次、両替いたします。振り仮名持ってくれてるからね、これ。両替機読めない人でも。両替機。ああ、めちゃめちゃすぐ出た。すぐ出るね。すぐ出るよ。亀がなかったね。そこで驚かなくていいよ。すぐ。早いですね。入れてずーっと。なんで両替機亀がいるの？すごいな。じゃあ、では、早速、肉。ちょっと肉ね。肉だ。ちなみに、AP、こういうクレーンゲームよくやるんですか？全然久しぶり、ものすごい久しぶり。前ね、バカボンのシリーズがあったんですよ。あれね、
まあ、十何年前、十何年前のバカモンシリーズ、はい、うん、あのレレレのおじさんとか、うなぎ人形とか、うんうん、人形のおまりさんとか、ハギアンハギアンって、あれを人形全部揃えて、あ、撮ったことある、でも撮ったことある、じゃあこっちのこれやりましょうよ、あれ1万円以上使った、うん、あれ買った方が早かったんじゃないかな、買った方が安いな、いいね、ほんとやって撮るのに3000円、レレレのおじさん1万円以上、ハマっちゃうタイプね、パチンコみたいだな、いや、わかりますよ、大変と思って、気持ちわかる、気持ちわかる、こういう、いいですね、タイプの初めてだからな、どうなんだろう、1で、P ですよね、1で横、P で横、よし、2で横移動ね、横移動ね、肉ですね、最高、エピの一番好きな肉、さっきね、アドバイスも聞きましたから、厚切りハラミ、タン塩、いや失敗したかもしれない、ゴムを、ゴム揺らす、ゴムを揺らす、そんな良くないんじゃない、あ、来た、真横に移動した、そんな、何これ、何このポジション、どういうこと、これ、何これ、これちょっと、ここ初めて見てよ、こんな人、どうなる、どうなる、どうなる、いけ、あ、全然ダメなんじゃねえ、いや、でも揺らしてる、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 あ、あ、ダメ、次回もバンダイナムコアミューズパークからお送りします。